プレズベルクアーテルさんっすね。これ7480円ってめちゃめちゃ高いっすね。ほんとなんか FAG の値上げってプレズベルクから始まったなっていうのがね。まあその前からでも4800円とかしてましたけどね。まあそれでも7000超えとか当たり前になったのはプレズベルクがトリガーとなったのかなっていうのがね、よくわかりますよね。これね、プレズベルクアーテルね。もう武装てんこ盛り版のフレーズベルクさんですね。イラストレーターは超有名なコツエイジさんですね。やばいね。なんか、鎌が2個あるね。こんなんよう持てる、振り回せるのかなとか思うんやけど。まあ、よっぽど軽いのかなっていうのが。プラスチックだからね。はい、かわいいっすね。まあ、それにしてもね、後ろもすごいね、背中もね。もうこの状態でさ、飾ってる人ってどれくらいおるのって感じなんですけどね。本当に、なんか、武器とね、フレズベルク本人をなんか、抱き合わせで売ってるって感じなんですけど。はい。まあ、ミキシング用のパーツとしてね、取っておくって感じね。で、パーツ脱がせるとこんな感じっすよね。初代パイオ使いで姉ちゃんだね。FAG で言う。これより前ってさ、ゴーライとかさ、ステレットとかさ、バーゼラルドとか、ゼルフィカールとかさ、まあ、貧乳みたいな子が多かったんだけど、まあ、僕はあれくらいでも好きなんだけどね。そんなことどうでもいいか まあ、あの子らに比べるとね、結構パイオツ買いでになってね、人気爆発したっていうやつなんじゃないかな。はい。後ろからもだいぶスッキリしてますね。はい。お尻もプリッとしてます。ほんとね、これね、一個武器持たせた状態ね。もうこの状態で売ればよくねみたいなさ この状態で4000円ぐらいにしたら、それはそれで人気出んじゃねとかって思うんですけど、まあ、そんなヤスリはしないという寿屋のね、信念が見えてきますよね サマーバケーションバージョンってのも一応あるんだけど、これもさ、パーツ少なくして約束しましたよ、じゃなくてさ、5720円だからね 全然安くなってねみたいな まあ、ね。まあ割とその付けすぎだろみたいなパーツは極力抑えられてる感じはしますけどね。まあこれはまた今度やりましょう。この表情はちょっとなんかよくわかんないけどね。はい。そう、これ。やっぱね、パーツが多いとこういうこともできるでいいっすよね。こう乗り物系ね。こうジブリとかさ、ナディアとかさ、そんな感じの雰囲気出るじゃないですか。こういうの好きなんですよね。乗ってる系ね。まあだからって500円はちょっと俺にはしんどいかなってとこなんですけど。はい。なんかシューティングゲームとかでもありそうっすよね、こういうのね。FH のシューティングゲームとかだったら面白そうじゃない？出てるのかな？なんかそれっぽいやつって。なんか、ソシャゲとかじゃなくてさ、なんかメタルスラックみたいな感じで出てほしいんだけどさ。ね。っていうか、メタルスラックっぽいよね。これ、なんかやっぱこういうのってメタルスラックっぽいよね。いいなぁ、メタルスラック好きなんだよね。フィオーって感じ。フィオ、爆弾使いのフィオね。で、お顔は4つついてんだね。ダメージ正面向き。あ、ダメージ向きなのこれ。泣いてるもんね。ウエーンつってね。もう食べられないよ、みたいな。はい。不敵顔、右向き。通常、左向き。にやりとしとる。変更向きパーツイメージ。あ、そうなんだ。なんかマジョーラみたいな風に入ってるわけね。クリアパーツが。綺麗だね。箱はこんな感じ。これリサイクルショップとかで見るとね、なんか2万ぐらいでなんか、ガラスのショーケースに入ってたらするよね。この状態でね。うわ、高えとかって思って見れるんですけど。ねえ、僕は一生手に入らないかもしれないですけど、僕の収入では、ねえ、僕の収入と努力ではね、一生手に入れることはできないでしょうけどね。はい。かわいいっすね。まあ、いつか僕もね、作ることができたらいいなって思います じゃあ今日はこんな感じです。ではでは。